はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はガチャを引いていくんですけれども、今来ているガチャの方がこちらのキノコ&タケノコデビューガチャと、怒り守るピックアップガチャなんですね。で、怒り守るピックアップガチャの方が先に来て、で一番最初はその絆ガチャと、被っていたんですけど、絆ガチャが終わって、キノコ&タケノコデビューガチャに、切り替わりましたと。で、自分としてはその切り替わって、どういうガチャが来るかなというのを確認してから、その引ける方を引いていこうかなと思っていたんですけれども、怒り守るピックアップガチャに関しましては、復刻でアフロ怒りと暁怒り守るが、来てますと。でただ、2回目3回目は SR 確定ではあるんですけれども、バナーキャラの SR が確定しているわけではないので、暁守が出る確率に関しましては結構低めかなと。出現率10倍とかで10何パーセントのはずなんで。で、キノコ&タケノコデビューガチャの内容に関しては、3回目でバナーキャラから、SR 以上1枚確定なので、3回目で、50% ですね。運が良ければ、キノコくんが引けますと。でタケノコくんはなんかめっちゃ弱いんで、はっきり言って外れですね。でキノコくんは、変化球キャラ。で、金徳なんですよ。折り辺じゃなくて金徳っていうところが、よくて、でさらに金徳も、かぶりづらい金徳を、選択できると。ハイスピンジャイロか、ミスターゼロですね。確定ではないんですけれども成功率は高めみたいです。ちょっと自分はキノコくん使ったことないんで、細かい内容までは分かんないんですけれども、まず変化球キャラでかつ、金徳をくれるというので、全然持っていていい1枚だと思います。でもし仮に3回目で、タケノコくんが出たとしても4回目を引くともうキノコくんが1枚確定というような形になるので、その安全にガチャを引くんだったらこっちのキノコくんを手に入れに行くんですけれども、ただねやっぱり暁守ね欲しいんですよで暁守当たり前なんですけどもう引かなきゃ当たらんと。こういう時に引かなきゃ手に入ることはできないんで、今回は怒り守るピックアップガチャを、3回引いていきます。ちなみにこれ両方引く余裕はないんでさすがに。で今のタイミングだとやっぱりねパワプロの日8月26がパワプロの日で、それに備えてね、石を貯めておくっていうのも全然ありだと思います。もう本当に、無課金とかでやっている人については、今回は見送って、パワプロの日のために、石を取っておくのがいいんじゃないかなと。ただ何が来るかは分かんないんで絶対取っておいてくださいっていうのは言えないんですけれども、ただ自分は、今回こっちの怒り守るピックアップガチャを引いていきます。こっちの方がねロマンがあるんでいやでも絶対出ないよ。でアフロ怒りに関しましては、一応 SR のプラゴとかになれば結構強い、キャラだと思います。強いキャラって言っても結構癖があるんでね、いわゆる一芸特化マンって、呼ばれてるキャラで、筋力ポイントをね爆稼ぎできるキャラなので、弱いかって言われると、別に弱くはないし、でしかも、オリジナルストレートのソニックライジングとかもね、イベント1回で終わるんで、そういうところはいいかなと思います。で、一応チャンスとしては2回目と3回目がメインで、SR1 枚確定になってるんで、ここで暁守が出てくれるとめちゃ嬉しいですけれども、まあっていうところですね。とりあえず引いていきましょう。怒り守るピックアップガチャ、せっかくなんで、単ガチャを1回やりますか。バナーキャラから R 以上1枚確定なんで、こっちをまず最初にいきます。これはね別にっていうところなんですけど、PR がでも出てくれれば嬉しいかな。 R アフロ怒り、では10連の方に行きましょう。1回目っていうか10連目は一応バナーキャラから来ますけれども PR 以上ですね。ここで SR が入っててくれると嬉しいですけれども、確率はアップしてないんで。でこの金の玉が出てキラーンで後ろの背景がなんか炎みたいになるとあれかな、 SR が入ってる可能性とかもあるのかな。でとりあえず PR のアフロと暁の
PR は両方出た。普通の怒り守くんもいるんだけど、で牙に関してはね、ちょっともうプラゴになってるんで、まあ、ただ一応念のため、PR プラゴとかにして取っておこうかなとは思ってます。まあ、万が一ね、PSR とかが当たった時には、SR を食わせるような形になるので、まあ、初回はこんな感じでしたね。では運命の2回目に行きます。20連目、一応 SR が1枚確定と。ただバナーキャラとかそういうのではないので、まあ、せめてね、あ、虹が出た。虹でびっくりマーク、キラーンだよ。もう絶対キラーンが出ないよね。あ、2つ入ってる。おしおしおし、これは期待値としては、まずここはキバー。キバー、一応取っとくか、プラゴだけど。もう1枚だよ、もう1枚。さあ、これは、おお、でもいいよいいよいいよ、ミサちゃん。まあ、確かに暁守とかは来なかったけど、これはいいね、ミサちゃん。よ、やったよ。まあ、サクチャレの時とかにね来てくれると嬉しかったんだけど。まあまあまあ、でもいいっすね。じゃあ3回目に行きましょう。ここも SR が1枚確定してます。まあ、虹とかは特にないんで、まあ、ただね、虹が出なかったとしても PSR とかは出ますね。俺金の玉からの PSR 出たんで。アンヌちゃん、まあ、確定枠はちょっと微妙な感じでしたね。まあ、やっぱりね、なかなか手に入らないですよ。まあ、なかなか手に入らないですけれども、今回ちょっと微妙な感じだな、中身的には。まあ、マネちゃんのね PR が1枚入ってるのと、まあ、神宮寺もね、レベルは上げていってるキャラなんで、まあ、嬉しいといえば嬉しいですけれども、まあ、全体的に見ると、全体的というかこの3回目のこの10枚を見ると微妙な感じですね。まあ、ただね、やっぱりね、ミサちゃん手に入ったのはすげえでかいっすね、自分の中では。いや、もう本当にね、ミサちゃんはね、もう彼女キャラでは強いと思います。というような感じで、やっぱりね、暁守くんは、手に入らなかったんですけれども、まあ、ミサちゃんがね手に入ったんで、まあ、よしとしましょうというような回になりました。暁守欲しいな、というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。あ、そうそうそう、ツイッターね、あの3日ミックス用のツイッターができたので、まあ、もしよければそっちの方も、フォローしていただければと思います。ではまたお会いいたしましょう。